外から帰ってきました。今日は内覧の予定を結構短時間に詰め込んでいたので、結構サクッと一日の用事を終えることができました。で、あとは内覧に少し慣れたっていうのもあると思います。電車の移動もスムーズにできるようになってきました。まあでも路線によっては同じホームなのに行き先が違う電車があるので、そこは気をつけて乗らないといけないなと思います。今日も乗っていいはずの電車に乗り損ねて、乗らなくていい電車に乗ってしまったっていうことがありました。まあ、結構ロンドンの電車の路線は複雑なので難しいです。まだ頭に完全に入っているわけじゃないので、もう少し頭に入れるのには時間がかかるなと思っています。で、まあ、今ラザニアを焼いてます。夜ご飯は今日はラザニアにしようと思ってます。では今日買ってきた購入品を紹介しようと思います。今のところ買い物ぐらいしかあまりイベントがないので、今日も購入品を紹介します。まずはですね、綿棒を買ったんですけど、こちらです。綿棒が欲しかったんですけど、綿棒が何て言うのか分かんなかったんで、翻訳したらコットンスワブっていう風に出てきたんですね。で、あ、コットンスワブかと思って、でもコロナのテストのものと間違えられそうだなと思いつつ、コットンスワブで聞いたら、案の定最初に検査キットのことっていう風に 言い返されたんですけど、日々使う綿棒が欲しいんだけどっていう風に言ったら、ベイビーコーナーにあるっていう風に言われて、でこれを買いました。綿棒なんですけど、イギリスではこういう風に表記するんですね。私発音がわからないんで、ちょっと Google で調べてみようと思います。Cotton buds. コットンボーツでしょうか。今度場所分かんなかったらコットンバーツって言ってみようと思います。で、ベイビーコーナーを紹介されたんですけど、購入した後に別にベイビーコーナーじゃなくても綿棒があって、でもそこにあった綿棒はベイビーって書いてなかったんですけど、このシールが違うだけで中身は同じだと思ったんで、まあこれでよかったです。で、これは、こちらの値段は0.55ポンドです。なので、55ペンスですね。まあ、レートの時期にもよると思うんですけど、約、まあ、80円から90円ぐらいの間の値段です。100円しないぐらい。まあ、これ、ゲットできてよかったです。ここ数日、綿棒が欲しかったんですけど、日本から持ってくるのを忘れてしまって、たので、見つけられてよかったです。ブーツっていうドラッグストアで探したんですけど、店員さんに聞く前に何日か前に自分で探したんですけど、どこのコーナーにあるのか分かんなかったんで、今日聞いて無事買いました。で、あと今日はポンドランドという店に行ってきました。まあ1ポンド単位で買える商品が置いてあるお店で、まあ1ポンドのものが基本的に置いてあるんですけど、2ポンドのものが置いてあったり、3ポンドのものが置いてあったりするお店です。まあ日本でいうところの100円ショップみたいな感じですね。で、文房具が欲しかったので行ったんですけど、まずはペンを買いました。これ黒ペン1本で良かったんですけど、黒ペン1本がなかったので10本入りを買いました。で、文房具専門店にも今朝行ってきたんですけど、文房具屋にはペン1本入りで売ってたんですけど、1本3ポンドぐらいするので、そんな1本に3ポンドもかけたくないなと思ったんで、まあ10本も入ってますけど、こちらを買いました。こちらはなんとですね、1ポンドです。まあこれ3ポンドするのかなって思ったんですけど、なんと1ポンドでした。ちゃんとインクが出るのかどうか心配ですけど。で、
パーマネントマーカーズって書いてあるんで、これは消えないマジックペンですね。で、あとはノートを買ってきました。これも英語サイズなんですけど、80ページ入って1ポンドです。もうこれもそのノートとペンを文房具屋に行って探してたんですけど、思うような値段がなくってポンドランドに行ったんですが、まあノートも1ポンドで買うことができてよかったです。ノートもマジックペンもですね、ラベルが貼ってなかったんですね。レジに行くまでいくらか分かんなかったんですけど、まあ、両方とも1ポンドだったんで、すごく安く買えてよかったかなと思います。で、特にノートなんですけど、結構紙類がちょっと日本より高いような印象があって、このノートがある付近のラベルが 1.5 ポンドって書いてあったんですね。で、他のノートを見てみても1ポンドのノートがなくて、で、これも 1.5 ポンドなのかなと思ったら、お会計のとこ行ったら1ポンドだったんで、まあ、安く手に入れることができました。まあ、以前スーパーでティッシュボックスを買ったんですけど、ティッシュペーパーですね、ティッシュペーパーを買ったんですけど、今日ポンドランドに行ったら100円のティッシュ箱がありました。スーパーで買った時は 1.5 ポンドだったと思うんですけど、やっぱり安い値段でティッシュペーパーあったなと思って、まあ、今度買う時はポンドランドでティッシュペーパーを買うか、もう少し安いところを探してみようかなと思います。ではもうちょっとしたらラザニアが焼けそうなので、今日はここら辺で終了したいと思います。